させていただきます、藤井王座どうぞお入りください。初めに花束贈呈です。花束は、ウェスティン都ホテル京都様より、贈呈いただきます。終了とさせていただきます。次に質疑応答に移りますので、藤井王座一旦ご回答をお願いします。そうですね、まあ、昨日の熱戦でしたけれども、一夜明けて、シリーズ3連勝という結果を得て、今の心境、思うところがあれば教えてください。はい、そうですね、昨日の、そうですね、あった曲は、まず最終盤も、苦しい形勢だったので、なかなか、そうですね、防衛、ということについては、実感が、そうですね、
まあ、まだここまで来ていないところもそうですね、変わるんですけど、そうですね、まあ、そうですね、シリーズ通して、まあ、非常にそうですね、難しい将棋が多くて、そうですね、充実したそうです、ね、シリーズだったかなというふうにも感じているので、まあ、そのした中でそのうまくいかなったということは嬉しく思っていますし、またこのそうです、ね、経験を、まあ、今後に生かしていけるように頑張りたいと思っています。今期は3局とも角換わりで、まあ、角換わりシリーズとなったわけですけれども、これはある程度先生からなんか予想は想定はされていたんでしょうか。そうです、いや、そうですね、結果としては進まさん局、まあ、角換わりにはなったんですけれど、そうですね、ただ、まあ、それも事前に、そうですね、まあ、想定していたというわけではなくて、そうですね、永瀬九段が今、そのような戦型を指されているので、まあ、そして今回のシリーズでも、なんとか、いろいろな可能性があるのかなというふうには考えて。いました。またそういうことは角換わりの中でも何というか、まあ、それぞれ結構間違った展開になったので、そうです、なのでそうです、何というか、まあ、その特定の形の中で細かく工夫するというよりは、まあ、それぞれその、まあ、少しずつその、まあ、違ったこうなんというか、まあ、形になったのかなというような、まあ、感触を、はい、持っています。チェスクロックはよく課題だというふうにおっしゃっているんですけれども、まあ、今回3連勝ということで、一つなんかこう、まあ、その苦手意識というのを克服されたというか、なんかそういったところはあるんでしょうか。はい、そうですね、そうですね、まあ、昨日の対局はそうです、結構、まあ、終盤に入る前にちょっとまあ時間がなくなってしまったので、そのまま時間配分という点についてはちょっと改善の余地があったかなというふうに感じています。ただそのシリーズ通してみると、そうですね、まあ、前期と比べるとこうなんていうか、少しの時間にこう余裕を持って育てたことが多かったかなというふうには、はい、感じています。わかりました。あと、まあ、最後ちょっと、まあ、王座戦とは関係ないんですけれども、まあ、タイミングなのかの会館が、まあ、移転される、東西の大会に移転されることで、なんかこう旧会館に対するなんか、まあ、思い出というか感動みたいな、移転することへのなんかこう、まあ、感想、まあ、考えというのがあれば教えていただければなというふうに思います。あ、はい、あ、そうですね、そうですね、将棋会館でも、まあ、これまで、まあ、かなりそうです、まあ、対局してきて、そうですね、まあ、その中でそのこう、まあ、思い出に残るこう 対局であったり、まあ、出来事もそうです、まあ、いろいろこうあったかなというふうにそうです、ね、思っています。そうですね、その新会館もそうですね、今までの交渉機会館と同じように、その多くの交渉時ファンの方にそうですね、愛される場所に今なってほしいなということを、まあ、期待しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは他に藤井王座に質問のある方は挙手をお願いします。当てられた方は社名氏名を名乗ってからご質問をお願いします。日刊スポーツの松永と申します。おはようございます。昨夜の会見では前期の王座戦と比べて将棋の内容で成長を実感できたかなという話だったと思うんですけれども、前期の王座戦から比べてこの1年で何か将棋以外で成長がご自身で感じるかなっていうのはありますか？あ、はい、そうですね、いや、ただなかなか、そうですね、もう明確に、そうですね、成長をなんというか、この1年実感したというのは、そうですね、なかなか難しい気がします。少し、そうですね、最近はなんというか、その運動であったり、その体力作りを少しずつこうしていければなというふうには思っているんですけど、ただまだそうですね、具体的なちょっと成果はそれほど上がっていないかなという感じもするので、またそうですね、また1年後には少しずつ、そこでも、なんというか、成果があったと思えるように、そちらも少しずつ取り組んでいければというふうには、はい、思っています。ありがとうございます。今、10分ぐらいのバイクを混んでる、そういう具体的な時間がちょっと増やしたいなと、そういうのちょっとあるんですか？あ、そうですね。そうですね、そういったところも少しずつ、なんというか、上げていければなというふうには、はい、思っています。ありがとうございます。他に質問の方いらっしゃいますでしょうか？スポーツコーチの筒井です。初防衛おめでとうございます。今日は10月1日で、今年度をちょうど後半戦に入りましたけれども、上半期の振り返りと、あと、藤井先生はその春夏と秋冬とはどちらの方がお好きですか？体力的な面とか精神的な面とかも含めて。あ、はい、あ、そうです。今年度ここまで振り返ると、そうですね、そうですね、今までよりも少し前だけど、その線形を指してみたというところがあって、そうですね、結果としてはそうでちょっと面白い。こともありましたけど、ただ、そうですね、なんていうか、その辺りの内容としては結構、いい経験が、積めているのかなというふうに、感じています。そうですね、そうですね、春夏と秋冬ですと、私としては、秋冬の方が、これからの方が過ごしやすいくて、好きではあるんですけども、ただ、そうですね、多分対局の、おそらくこれまでの結果の傾向とは、おそらく、あまり、関係がないかなというふうには、はい、思っています。昨日は対局場で、かなり秋の虫の声が聞こえていたんですけど、耳には入ってきてましたでしょうか？いや、でも、そうですね、やっぱり昨日は、対局でなかなか、そこまでの余裕がなかったので、ちょっとそこは、意識していなかったんですけど、そろそろですね、10月に入って、そういう、そうですね、季節になってきたのかなとは感じるので、どこかで少し、耳をこう澄ませて、見たいと、はい、と思います。運動の秋とか、読書の秋、食欲の秋とありますが、藤井先生とっての、秋は今は何が気にしないですか？はい、そうですね、
まあそうですね、食欲はほどほどにして、まあ、運動の機会を増やせればとは思っているんですけど、そうですね、ただそうですね、まあそのまた10月すぐに、まあ、竜王戦もその、まあ、開幕することになるので、やはりまずは そちらでやはり、まあ、その充実した良い内容の将棋を起こさせていきたいということを、はい、一番思っています。お疲れ様です。ありがとうございます。それではお時間の都合で、次を最後の質問とさせていただきます。どなたかいらっしゃいますでしょうか。スポーツ部の土崎です。よろしくお願いします。王座戦が終わったばかりで、竜王戦が中4日でまたやってくるというこの状況でお伺いするのはちょっと恐縮なんですけども、弊社主催 の王将リーグというのもひっそりとやってましてですね、まあ、ひっそりと言ったら僕ここだかもしれないですけど、前期からの4人、残留に加えて、近藤先生と、広瀬先生とあと西田先生がリーグに参入されてるんですけれども、何かまあまあで今日の対局リーグの対局始まってるんですけども、まあ、先生、まあ、そういう棋譜とかもちょっと時々、中継とかで見られてるかなと思ったりするんですけど、何かこうこのリーグについて、今関心持ってられること、この方の戦績について注目されてるとか、そういうことがあったら、教えてください。そうですね、オーソリーグは本当に、まあ、今期も、まあ、当然ながらその注目カードがこう揃っていると、まあ、感じますし、そうですね、この国の今期はその振り飛車党の方が2人の、まあ、入っているので、やはりその戦型に関しても結構その多様なものが見られるのかなというふうに思っています。私も、まあ、そもそうですね、リーグ開幕しているので、まあ、注目してまあ、見ていきたいと思っています。ありがとうございました。それでは以上で藤井王座の打ち上げ会見を終了とさせていただきます。藤井王座、お疲れ様でした。